はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジー、ちょっと今回からね、少し振り返ってから話を進めていきたいと思います。前回ですね、Sフロスト公国が、攻め込んできて、ホワイトホルム城は陥落しました。で、王子を連れて、ウォルフォート領に、逃げてきたんですけれども、まあ、エスフロスト公国が王子を狙ってウォルフォート領に攻めてくるというところで、王子を差し出すか差し出さないかで天秤をかけたところ、今回は差し出さないということで徹底抗戦やっていきたいと思います。では始めていきましょう。新年の天秤による審判の末、ウォルフォート家はロラン王子を保護し籠城する道を選んだ。そのわずか数時間後、ウォルフォート城はエスフロスト公国軍の精鋭部隊によって包囲される。公国軍の陣頭で指揮を執るのは将軍アブローナ、ロランの兄フラニ、そして師である宗星マクスウェルを撃ったその人である。第7話後編、語るな我が友よ。失礼します。ウォルフォート家より使い鳥が来ました。ロラン王子の剣だな。ウォルフォートは王子の引き渡しを拒否したか。あくまでグリンブルク王家の忠義を貫くつもりらしい。アウローラ将軍に使い鳥を送れ。ロラン王子を必ず連れ帰るようにとな。はっ。で、ウォルフォート城がメイン。ウォルフォート城に使い取り、石膏からの報告。サブがそこそこ出てるな。テリオドール領にホワイトホルム城から使い取り、知らせを受けた当主シルビオの動き。で、ここは、アブローラの出陣を見届けたエリカとタラース。ホワイトホルム城を散策し今後の行く末を語る。ファルクス領にウォルフォートの動向を知らせる使い鳥。みんな使い鳥だな。この世界はやっぱ使い鳥なんだな。じゃあ上から一個ずつ見ていきますか。テリオドール領シルビオ。シルビオ様、こちらでしたか。いつもここにいるじゃねえか。どうした。ホワイトホルム城から知らせが届きました。ウォルフォートはエスフロストの要求を拒み、ロラン王子を領内で保護するとのこと。なんだと、エスフロストと対立する道を選んだというのか。総帥はウォルフォート城への攻撃を命令。ロラン王子を捕らえ、同時にウォルフォートを叩くつもりです。ウォルフォートはこれで終わりだろう。だが万が一ということもある。状況をしっかり見極めねば。そうだ、焦ってはいかん。よく考えろ、我らが生き残る術を。引き続き各領の動向を探れ。どんな些細なことも見逃すでないぞ。ほっ。こいつ結局何にもしないやつだな。もう一人のここの領地ランドロイ、これだって後ろから行けるっしょ。挟み撃ちにできるよ、立ってくれれば。まあ先にこっち見よう。エリカとタラース。
ウォルフォートもとんだ愚か者だこと。言うことを聞けば生き残れたのに。手柄をあげる機会ができてアブローラは喜んでいると思うけど。そのために拾った女だからね。役に立ってもらわなきゃ。ええ、そうね。御三家の一つはこれで片付くとして、残る二つはどうするつもりかしら。姉さんもつまらないことを聞くな。臆病者のテリオール家なんてどうとでもできるさ。忠義に熱いファルクス家と違ってね。とはいえファルクス領は豊かな穀倉地帯だ。そんな魅力的な土地を兄さんが放っておくと思う。そうよね。じゃあランドロイ頼む、挟み撃ちにしてくれ。ウォルフォートは戦うことを決めたぞ。あとはお前だ。後ろから弓で援護してくれ。王都陥落後、ロラン王子がウォルフォート領へ避難されたのは知っていると思う。エスフロストはウォルフォート家に対し王子を引き渡すよう迫っていたが、今しがたウォルフォート家が要求を拒否したという知らせが入った。グリンブルク王家の忠義を貫く姿勢、実にあっぱれである。我らファルクスも負けてはおれぬ。急ぎ戦の支度を整えよう。グリンブルク御三家の名に恥じぬよう力を尽くし王国を守るのだ。士気は高いな。みんな頼んだぞ。私に力を貸してくれ。ではウォルフォート城、ウォルフォート領か。いや、使い鳥って結構でけえな。なんか鳩かと思ったら全然違ったわ。アブローラだと間違いないんだな。はい、我々を包囲しているのは将軍アブローラ率いる主力部隊です。兄の師匠の仇だ。差し違えてでも奴だけは倒す。王子、つなげられたお命です。大切になさってください。分かっている。ただ正面から敵を受け止めてもじりじりと追い込まれることは明白。策を講じましょう。この町にはとある仕掛けが施されているのです。本来であれば家督を継ぐ際に追って伝えられるものでありましたが、先ほど兵に命じて準備をさせました。時間がありません。こちらへ。ちょっと全部見て、メインストーリー。エスフロスト軍を迎え撃つ覚悟を決めた一行、ベネディクトは恐るべき相談を持ちかける。玉砕覚悟か。でもそういう感じでいかないと突
破はできないよね。策とは一体何だ、ベネディクト。ウォルフォート城は山を開いて作られたと聞きます。そこに秘密が隠されているとでも。はい、この町には万が一の有事に備えあるからくりが施されています。からくり？聞いたことがないな。当然です、当主とその側近にだけ伝えられているこの町の進化とも言うべき秘密ですから。なるほど。で、この町の進化とはいかに？町のあちこちに見られる高い塀、斜面に張り巡らされた水路、特に変わったところはないように思えますが。その水路を使うのです。上から油を流し攻め入った敵ごと焼き払う。あ、正気か、ベネディクト。各所に鷹の彫像がご覧いただけるでしょう。それこそ仕掛けの起動装置。確かに、あちこちに見慣れない彫像が。彫像を叩き壊すと水路の区画に柵が出ます。囲まれたなら燃え尽きるまで逃れることはできません。いいえ、いや、町もろとも敵を焼くというのですか。果たしてどれだけの被害や犠牲が出るか。我々は戦う道を選んだのです。生き残るためには手段を選んではいられません。そして戦うからには何としても勝たねばならないのです。広告を迎え撃つ準備。鷹の貯蔵の仕掛けも確認しておこう。見るだけ見てみよう。仕掛けを確認しますかって何？壊します、柵ができます、油が出ます、燃やします。結構広範囲だな。町ごと焼く仕掛け、場所はじゃあ把握しておくべきだね。まあ生き延びてくれ。すべてを奪った大将アブローラ。え、そうだな、連携してくれ。マックスウェルが勝てなかったんだぞ。こいつは多分終わりますかみたいな。あれ違った。一応全避難はさせてるよね、さすがに。あれ、こいついるじゃん、タミ。町を燃やして敵を追い返す。先代が病に伏された今、この国の命運は若様にかかっている。あれ、そういえばこれアイテムとか起こってんのかな。また一応探すは探しておこう。あ、なんかここありそうじゃね。火の魔法石。てか油で焼くのって勝手に焼いてくれんのかな。油流せば火の魔法石とかくべなくても。燃える前に回収し。おお、少年大丈夫か。ここはすでに戦場になるぞ。特に何もない。あの町が元の姿を取り戻すには長い時間がかかる。民は相当疲弊する。いや、でも生き残らなくては。まあ、手厚く保証したいけどさ、保証できる分だけある。まあ、や戦に敗れたらしょうがないよね。
民こそが国の礎。商人がいるじゃん。金あったっけ。お猫、ここは戦場になるぞ。早くどっか行け。あ、なんか光ってたね今。どこだ。1000円もらっておこう。行商人5700円しかない。あ、範囲回復良くない。在庫数1個しかない。範囲魔法石とかあるじゃん。命中リング1か。1500円でどれだけ。速度はなんかあって良さそうだよね。この在庫ってさ、ずっとあんのかな。油壺これ使えってこと。燃焼可能にするか。火が今2つあって、でも範囲が1個ずつか。速度リングは1個買っておこう。誰、これはアンナちゃんでしょ。最強戦士にするアンナを。で、回復がちょっと少ないな。2つくらい買っておくか。1000円で回復薬1個、範囲買っとこう、いざという時のために。よし、こんなもんだろう。金もないし、最近屋台を出した、しょうがない。その分はもう保証してやるよ。だから、あ、ここも仕掛けか。まあ見るだけ見ておこう。これどっち、あ、下に行くって感じね。で、避難もさせてます。これ使わなければ使わないでなんかいいこと起こったりするのかな。うちの家燃えてしまうのかしら。すまん、住宅手当は出そう。え、台座がどこかに隠れてしまった。どこだ、屋台のとことか。兵士、あ、ここにもあるね。だからこの町が戦場になるんだな、とりあえず。これはあそこか。必ず家が入ってんな。大丈夫そうだ。何が燃やす気満々じゃねえかよ。赤いマフラー、赤いマフラーって何。炎耐性とかかな。戦になれば塩も必要になる。ハイサンドが声太る。そうだよな、今完全にハイサンド公国、大峡谷か、見てる状態だからね。シルビオ、おお、ヒットポイント2つも手に入れた、ありがたい。燃える前に回収しなくては。ポートの方に行こうと思ったら街道が封鎖されている。商売上がったり。あれ、オートが陥落したことあいつ知らないの。すべてを犠牲にしてでもこの町は守る。あれ、なんか鷹の像が隠れているか、どうちゃらこうちゃらって何なの。屋台を出すとき不自然なものを見なかったか。貯蔵を建てる台座、屋台をどかしていい。え、どこ、え、どこの屋台がどいた今。え、全然わかんないんだけど、確認しなくて大丈夫。え、だってこれは調べたよね。これはこっちの下のところだし、これ、じゃあ、こう話すのはこれだよね。
まあいいか、勝手にどかしてくれるのかな。そっか、こっから爪樹もいけるっちゃいけんのか。げえ、こんなところに火の魔石が。絶対これ取り逃してんのあるよ。ちょっと草むらとかよく調べた方が良さそうだけど。町の仕掛けを確認する。探索完了。はい、広告を迎え撃つ。ベネディクト、そちらの守備はどうだ。ちょうど今準備を終えたところです。若様の方もお済みのようですね。なんとか間に合ったか。やれることはやりました。あとは力を尽くすのみです。そうだな。セレノア殿、ベネディクト殿、エスフロスト軍が動き出しました。来たか。エスフロスト軍の進撃を確認。皆それぞれの持ち場にて待機せよ。若様、行きますぞ。ああ爪状寄っておいた方がいいかな。これ逸話があるじゃん。爪状にいる威勢のいいマスター先に見ておこう。はあ、ったくどこもかしこも景気が悪いね。よう姉さん。ああ、エラドールかい。いらっしゃい。ん、どうした。珍しく元気がないじゃないか。らしくないぞ。ため息もつきたくなるさ。遠くの酒場仲間から手紙が来てね。この戦争のせいで略奪が起きたり店が壊されたり大変な被害を受けてるらしいんだ。そいつは一言じゃないな。ああ、うちの店もいつどうなっても不思議じゃない。昔に比べて客足も減ってきたし、物の値段も上がっているしな。ほんと頭が痛いよ。あんた腕の立つ戦士なんだろ。だったらさっさとこの戦争を終わらせておくれよ。もちろん俺だってそうしたいさ。だけど戦はそう簡単に肩がつくもんじゃない。何情けないこと言ってんだい。エラドールともあろうものがさ。エラドールはよくやってくれている。民を不安にさせているのは私の力不足だ。いえいえ、セレノア様を責めるつもりなんてないんです。ごめんよ、不安でつい当たっちまった。文句を言うだけじゃ何も変わらない。降りかかる火の粉は自分で払わなきゃ。セレノア様、ご覧の通り、さっさと戦争を終わらせないと商売上がったりなんだ。だから私も仲間に加えておくれ。こう見えても魔法が使えるんだ。セレノワ様、改めて名乗らせてもらいますよ。私の名はホスハバラ。この私が人を癒せるのは酒だけじゃないってところを見せてやるからさ。え、回復魔法使えるのこいつ。だから姉さんは頼りになりますよ。エラドールが認めるほどのものなら心強い。ホスハバラ、ぜひ我々を助けてもらいたい。任せておくれ。さすが上に立つ人は話が早いね。こういう爪状の人たちって使い道が分かんないんだよな。これがうちの若だ。結局人数制限で出れないからね。あんたがいつも自慢するだけのことはあるね。ホスハバラ仲間なんだけどさ、出番があるのかちょっと分かんない。
周囲の味方を回復、追撃するとお互いのヒットポイントが回復。結構いいじゃん。馬の機動力、馬に乗ってる回復役か。回復役、まあ、重要は重要だよな。2人入れるべきか。何人出撃できるかだよね。推奨レベル11。ちょっと詰め帳見よう。で、戦闘をちょいとこなしてですね、アンナちゃんレベル11になりました。で、さらに、武器を進化させてシルバーダガーになってます。もう今のところアンナちゃんに全振りしてるんで、まあ、これで11レベルの推奨に達してるのが2人いるんで、エラドールも、まあ、前線に出てる関係上結構経験値が入るんで11になったんで、ちょっとこれでいきますか。詰め所からは出ましょう。ではウォルフォートの町、ウォルフォート城を取り囲んだ大量のアブローラ軍、決戦の時は近い。やっぱアンナちゃんのねダブルアクションマジで強い。単純に2回行動だからね、すげえ使いやすい。てかもう屋根に登られてんだけど。ロラン王子自ら矢面に立つとは意外だったな。グリンブルクが受けた屈辱、そして死の仇、今晴らさせてもらう。守られるだけの王子が何を言うか。絶対的な差というものを教えてやる。若、全ての手はずは整いました。いいですね。的確に引きつけて仕掛けを起動して、その先はお分かりですね。ああ、分かっている。犠牲は覚悟の上だ。みんな行くぞ。全軍進め。出会う者皆一人残らず殺せ。アブローラ軍どれほど強いんだ。やっぱり燃やさないときついのかな。ユニットの配置的にはこっちが6のこっちが4か。ローラが、ローラじゃねえ、ジーラが来てんな。アンナ、エラドール、エラドールどうすっかな。エラドールこっちに置いてもガンガン前に出したいんだよな。コーレンティンが出てんな。どうしよう。それなりに人数は出てるけど、あ、でもコーレンティンおすすめになってんな。ユリオもおすすめになってる。ちょっとホスハバラ使いたいんだよな、回復役として。レベルも高いしな。コーレンティン魔法2人いてもな、どうなんだろうな。でもおすすめになってるからな。ジーラはもう絶対だ。ジーラ10レベルになって範囲魔法回復を覚えたんで、ベネディクトもなんだかんだで役立つからな。やっぱこれでいくか。配置的にはフレデリカ、ユリオとセレノワを変えて、セレノワちょっと真ん中にして、アンナちゃん前線に出すでしょ。エラドールこっちだな。でアンナちゃんこっちで、ヒューエットはもう飛んでるから上を陣取ろう。屋根の上を陣取ろう。よし、これでいこう。トピックを確認しますか。はい、仕掛け、鷹の彫像を破壊すると仕掛けが作動します。はいはい、黄色いパネルで示された場所が仕掛けの効果範囲、3箇所あります。でも後ろの仕掛けは引き寄せないとダメだよな。まあなんとなくだけど仕掛けを使わないでこなしたいはこなしたいけど、アブローラがどんだけ強いかだよね。巻き込めるんだったら、ああ出てくんのか。敵増援、外壁より侵入。
アブローラ様に続け、ウォルホートの一行を殲滅せよ。町は敵に囲まれているようだ。まだまだ敵は増えそうだな。もとより兵力差は承知の上、効率的に倒さねば勝ちはあるまい。民のことを思えばなるべく犠牲は出したくない。だが非常な決断を下すのも当主の務めか。アブローラ、お前だけは俺がこの手で。この盾が破れるかな。まずは前に出よう。うわー、やられた。おじ胸。いやー、セレノはやられた。これマジか。上がるか、上に。邪魔くさい。こっから敵の猛攻が来る。82とか減りすぎだろ。これ挟まれる。一旦一人ずつ死んでいくな。こんなところで。いや、フレデリカも死ぬ。やられた。最善の手を。いや、もうどうにもならんわ。ベネディクトだけだと。これやってみる。とりあえずやってみよう。はい。ウォルホート家の未来のために。一人だけ死んだ。町もろとも火にかけるとは、ウォルホート家大した覚悟だ。いや、もうみんな死んでるけどね。おー、ベネディクトやばいわ。第二陣ただいま到着いたしました。進め、敵を殲滅せよ。いや、もう無理です。これは勝てる気がしない。あ、しまった。挟めばよかった。まだやれる。蹴散らすぞ。アブローラ来た。我が剣技その身で味わうがいい。生かしては返さん。セレノ強すぎる。相手になってやる。申し訳。死んだ。いや、強え。ここ難しい。戦闘で敗北しても獲得した経験値、戦技ポイント、信念パラメータは失われません。アイテムについては戦闘前の状態、得たもの、消費したもの、すべてがリセット。戦闘から撤退した場合も同様です。はい。じゃ、レベル上がった人たちはもうそのままか。で、しかもワールドマップ戻れんのか。ちょっとまあ戦闘やり直すで一緒。では第2戦目、配置は同じ感じになってます。で、増援来ます。で、やっぱり屋根の上の外壁より侵入。弓兵がちょっと鬱陶しいんで、下の2つはもう先に破壊しちゃおう。破壊できるときに破壊しちゃって。町は敵に囲まれているようだ。まだまだ敵は増えそうだ。で、上の家系に引き寄せて、そこで一網打尽にする。てか、やっぱり町の方がやっぱりこういうタクティクス系のやつはいいんで。あと合流しようか。真ん中に、真ん中に合流して、で、ヒューエットの弓でこれを壊していく。まあ、右はヒューエットで壊せるとして、左どうしようかな。槍のロラン王子を少し先制させるか、魔法で壊すか、ちょっと悩みどころではあるけど、まあ、ひとまずちょっと真ん中に集中します。で、アブローラは最初来ないから、で、ちょっとあれ、どれだ、早まるやつって。で、アンナちゃんもちょっと一回こっちで待機して、勝つぞ。ロランがここまで来て、あ、1、2でもういけんな。1、2でしょ。ランスでもう行こう。これ壊します。はい。これでだって何人倒せる。少なくとも上の弓兵倒せるでしょ。レベルアップしたし。で、増援部隊も全部倒したでしょ。全然 OKOKOK、OK OK OK。
街もろとも火にかけるとは。ウォルホート家、大した覚悟だ。これだってアブローラ絶対左に来ないし。街が。しょうがないよ。あれ、な、増援が。やべえ。アブローラ様、第二陣ただいま到着いたしました。燃やすと来るのか。進め、敵を殲滅せよ。これロランはもうちょっとしょうがないな。仕留めます。そう、ヒューエット仕留める。ちょっと待って、じゃあまた増援出てくるのかな。いや、でもさすがにもう屋根の上とかは出てこないはずだから、普通に考えて。だっていきなり屋根の上に増援が来たらおかしくない。それを考えればてか、これなんかめっちゃ燃えててめっちゃ眩しいんだけど画面が。これいけるかな。じゃあ、あ、いけんな。これやっぱもう上のこの鋼鉄って、この鋼鉄製巻き込みたいな。どういうあれだ。あ、いや無理だな、これ鋼鉄製来ないわ。こっちにもう早々に壊そう。ショートボでいけるよね。やっぱり弓兵が鬱陶しいかな。お、下の魔術師と兵士も倒したじゃん。これはちょっと予想してなかったな。っていうか見ろよって感じなんだけど。けけ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 。第三陣ただいま到着いたしました。これ火を放つと第二陣第三、あ、用意した部隊をすべて投入。左下が完全に燃え尽きてる。さあ行こう。いやでもさ、これこことこことここに置けばさ、なんていうの、ハサミ撃ちを取られることとかはなくない。左の部隊は倒しておこう、とりあえず正面から。あれ真ん中のやつで弓兵もしかして。今ぴったり張り付く系ですよ、ぴったり張り付く系。こうやってで、そうすればさ、あの後ろを取られることもないし横を取られることもないし大丈夫っしょ。一対一のガチンコバトル。でこれちょっともうロラに任せるしかない。私のできることで、回復はちょっとジーラ左に来てもらおう。私ですね。でユルいける。あ、でもまあまあまあここだったら取られるわけじゃないからね、しょうがない。こっちよし、このでフレデリカ様はもうここで魔法かける。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。私の魔法で。でここで戦ってる間にロラン王子をちょっと援護できれば万全。私の番ですね。ゴレンティもいける、凍結いける、倒せる。倒せないけど、まあ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 、もうしょうがない。効果が薄い。オッケー。まあまあまあしょうがない、全然いいよ。でロラン飛行一回、左二人がちょっと来るかな。でこいつらは俺が相手だ。どうする。で問題はだからアブローラだよね。アブローラをどこに巻き込めばいいんだ。ここ、いやすげえ巻き込めんじゃんここ。ちょっと待ってね、ここの角度くらい、もうちょっと引けないかな。そのカメラ、これがカメラリセットで、まあいいか。え、こっちの上まで来れば巻き込めない。ヒューエットが結局弓で撃てるから、最悪でもこれさ、仲間犠牲にしてもしょうがなくないって思うのはなんかひどいでしょうか。蹴散らすぞ。来るか。来た、アブローラやべえ。参ります。これはもうアブローラはちょっとマジでエラドールの盾でなんとかしてもらおう。いや、その最初戦った時ほんと強かったからね。で経験値にはなんないよね、さすがに。どっちに来る。なに、こいつ弓矢か、やっぱり。うわ、だから弓矢本当にめんどっちいのよ。下がろう。下がります。攻守を取る。で今ちょっとフレデリカ様がまずいから、普通はさ、なんかもうここでよくない。上取ろう、上を陣取ろう、あの鷹のところシールドさん、あ、吹っ飛ばされる。すっげー吹っ飛ばされた。ひどい。
アブローラ次のターンの攻撃に入ったらまずいから、まあ、これでアイテム回収してロングソードで、とどめで、こうでしょ。冷静に行きましょう。でフレデリカ様を回復させたいから、これ回復魔法でいいよ普通に。傷を癒して、ありがとうございます。重症者って人々 50% 未満みたいだからね。でユリオはちょっと、あ、いや、うーん、いや、ユリオは1回下げて次で決めろで、TP、 あ、これさ隣接してないと無理なの。どうする、ここまで行っちゃう、多分大丈夫でしょう。フレデリカ様のちょっと TP を上げます。頑張りましょう。嬉しいです。魔法要因はやっぱり TP を保存しておきたい。で、さすがにベネディクトでいけるでしょう。油断しましたね。で、こっち蹴散らすぞ。アブローラ、早い。やばい。どこまで来る？アブローラ、お前だけは許さん。死と同じ道をたどるがいい。え、攻撃してくるってことこれ。そんなことだ、近寄ってきたからセリフが発生した。ちょっと敵は早送りしよう。行きます。でフレデリカ様もちょっと一回下がる、下がって炎の魔法で、ここ誰と誰だ、まあ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 しょうがない。アブローラマジで強えよな。まあでも撃っとこう、炎よ、減らしておく。ほう、この私に傷をつけるとはな。覚悟はできているようだな。貴様らの力見せてもらおう。多少の犠牲者が出るのはもうやむを得ないな。コーレンティも下げよう。ちょっとこれは一回 TP 回復で、こっちの広告盾兵が来るから上がってこい。でエラフトールはちょっと前線に出す。これこっからピョンピョンピョンってくんのかな、どういうあれなんだろう。ここでちょっと耐えてもらうしかない。エラドール、君はまさに勝てた。終わらせます。アンナちゃんちょっと一回こっからは下げておこう。要はここの列に来れば入らないから、で右からも敵が来てるから、ちょっとアンナちゃんやっぱりちょっと左に動かした意味があんまりないけど、でこれでもう予備戦力でも投入したって言ってたよね、アブローラ。蹴散らすぞ。早い、マジか。たとえこの身が滅びようと。グオッ、ヒットポイント減ってる。ちょっとうわ、撤退撤退撤退。ハブローラ早いな。そういえばそうだったな、早かったな。行きます。でこいつは交渉を取っておいた方がいいから、ここに行く。でちょっと行動終了で、まあ、アブローラ入ってきたら焼こう。味方もろとも焼きそうだけど、頼む、大丈夫だ。10いくつくらったか分からんけど、行こう。このあのアイテムいいや。ちょっと待って待って待って、これ左に集結してれば、ちょっとどこまで、ここの範囲が分からん。一回こうやって、いやこれもっと引けない、もっと引けないのこれ。だ、こいつだ、こいつのところまでは大丈夫だ。だいぶ戻そうこうか。だからここを封鎖すればいいんだ。はい、うっ、であいつ入ってきてねえし、ゲッパーブレード、やべえ、うわすげえ。情けは禁物です。さてさてさて、ちょっとこれ取っとこう、固くしとく。セレノア守りを固めましょう。前線に出ちゃってるからな。冷静に行きます。ちょっと待って、ここもあれなんだよな、入っちゃうんだけどな、しょうがないといえばしょうがない。ちょっと一回回復しよう。あれユリオ減ってないよね、からだから普通に回復します。回復魔法で OK。 すまない、私です。でユリオはここをちょっと陣取っておくか。こっち後ろ行けんな。次ヒューエット、広告兵、アンナ、
ってくるか。いや攻撃しよう。あ違うジーラ、うんそうだな、ちょっとこれでいこう。後ろ飛びます。よし、ちょっとここはで入ってきました。フレディックすげえ吹っ飛ばされたな。でコーレンチン、コーレンチンはここを凍結させるか。風壁横3マス、障害物は時間経過。あでもここ障害物ありかな。えこれあいつがいるとこどうなの。氷壁の魔法なんか謎だな。まあいいや、ちょっとダメージ重視でいこう。3人凍りつけ、これご命令を。でアンナちゃんは一旦ここだな、終わらせましょう。でフレデリカ様もここの列までちょっと来たいから一旦ここに行こう。でまあ回復しよう自分で。使います。この盾が破れるかな。あ、で、こいつここに置く。挑発。いいや、行動終了しよう。こっち向き。フレデリカ様のところにはまだ来ないよね。切る。いた。もう一歩だな。もう一歩引き寄せる必要がある。狙ってこいつも指でかい。こぼした。厳しいな。厳しいけどやるしかない。これもちょっとここだな。で自分で回復しよう。台使うか。もらうぞ。どこへ飛びましょうか。これ一応ショート棒当たるかだけ確認しよう。当たるね。いや待って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 、危ない。なんか変なことするとこだった。危ない。いやすげえな、かわし始めたの何かけて。これなんかアイテムいいのない。火の魔法、スパイスとか最初に使っておくのはありかもしれないな。24攻撃したかでもいいよね多分。ロングソード、こいつ倒せはしないか。もう買ったやつからいこう。あでも火の魔法が今凍結してるからか。高さ補正あり。参ります。でアンナちゃん、アンナちゃんをちょっと前線フレデリカ様の方って食らっちゃうもんね。ここは大丈夫ゾーンだっけ。ここは大丈夫ゾーンだよね。ちょっとアンナちゃん一回前に出そう。でステルスかけよう。忍びます。でこいつはだからもう普通に倒すってことだよ。だからアブローラだけなんだよ問題は。大問題だから。いや食らう。やったな。反撃、反撃する。反撃しない。でじゃあここで仕込みあって、ここでほらやはりやらせてもらう。ほら私のできること。でこいつもやっぱ回復役だからいい位置にはいたいよね。で、ハイマホ使おう。で、こう支えなければ。オンリキル。いいね。あ、ハイマホ覚えてだいぶ楽になった。で、ユリオも攻撃でこいつをぶっ倒す。勝たせていただく。職務に邁進します。撃破で TP プラス。いいね。蹴散らすぞ。で、こいつ死んだ。死んでね、回復したんだ。生き残った。やったな。反撃。こいつ動ける？あ、あいつのところに来るか。いや、来ないな。まだ。やれます。コーレンティンここにやるでしょ。で、氷結使うでしょ。で、ここにやるでしょ。凍りつけ。
かかってこい。でエラドールはだってもう、エラドール、これ上に来れんの、そもそもこっから。なんかさ、俺的にはさ、アブローラがこっち上に移動してきて、なんかこのセレノアの横取って、であと燃やすっていう計画なんだけど、ちょっといや、エラドール、あー、これ回復アイテム投げられるんだっけ。投げらんないよね多分、隣だもんね。隣だ、無理だ。ちょっと今、あーでもセレノア減ってるっちゃ減ってんのか。回復弾薬1個だけ使おう。ほらよ、すまない。でこっち向く。学んだ力、あーで撃てる、火魔法、いやこっちじゃなくてこっち、私の魔法で。はい、強い、魔法強いなやっぱり。でこいつがどこに来る、あーコレンティン、こんなところで。しょうがないしょうがないしょうがない、犠牲はつきものだ。これ隣に来られるとステルスで溶けちゃうんだっけ。しまった、なあ見つかった。フレデリカ様、パワーブレード、どこへ飛びましょうか。まだもう少し必要だな。こっから弓撃てるか、ちょっと待ってね。ショート号が当たる位置に行かないといけないから、こいつ高さ補正出るっしょ。よし、誇りを胸に、俺は負けん。でこれ後ろ取ろう、しかもこっち、いや、あらいける、殴れ、もう一撃。いや殴りはちょっと弱えな。うーん、あ、いやー弓かー。まあまあ、うお、蹴散らすぞ。来いアブローラ、来た、飽きてない。生かしては返す、最悪だ、あいつが死んだからだ。いやマジか、諦めろ、負けられない。いやこれはめちゃくちゃ、アブローラ自力で倒すか。ちょっと待って、ロングソードで、いや全然無理だわこの変な魔法石みたいなのは。いや全然だ。いやーもうここみんなここ呼び寄せる。いやアブローラガチでいくか。とりあえずディレイソードでちょっとやっとこう。いくつだったの第一だ。14とか。良き再開です。1とか。終わってんだけど。仕事の時間です。こいつは倒す。仕留めます。押し切れそうです、続きます。でポイズンスロー投げます。苦しみは効果的ですね。もう一押しだ。逃げろ逃げろ。お前らごときに私が負けるはずがない。逃げない、まだなんとか。ユリオ、ジーラだから、ジーラがを次で決めろでやって回復させよう。頑張りましょう。いいですね。で最悪もうこいつら犠牲にするか。やっぱりユリオで後ろ向く。あえて後ろ向く。情けは禁物です。でベネディクトはもうちょっとここだよな。後ろを取られないようにしよう、せめて。で今だ。いやどうする、攻撃力上げとくか。セレノア攻勢に転じます。助かる。行きますか。でジーラをでここでまたか。いや普通の回復魔法でいいのかもしれないな。ユリオ多分死んじゃうから。後ろ取られた。助かった。で、まあ、もちろん後ろは取られない。俺が相手だ。エラドール、エラドールここだな。で
体当たりでノックバックさせよう。ほら行け。体当たりで押し戻していけば炎のところに行けるかもしれないな。これ狙われるよね。しょうがないマジで。アブローラもさクラッシュしてんですけど。でフレデリカ様は46だったらちょっともうこっちから炎魔法打つか。で死んでもらう。私の魔法で。オッケー。パクられんな。しょうがない。でこいつのとこね。でユリを後ろ狙われしまったつのアブローラ来るかあっちに。それが謎だな。でランスで行こう。普通に作る。制してみせましょう。でショート棒がまあ当たるっちゃ当たるのか。まあ少しだけどダメージしておこう。ほい。で動かないこいつら。しまった。ケチ出すぞ。年はブローラやっぱ苦しか。苦しかろう。父上ならどうする。どうするこうするもないよ。こいつ倒しとこう。終わりだ。ウォルホート家の当主として。赤いマフラーヒットポイントが回復した。やったぜ。仕事の時間です。さあ仕事の時間だ。ちょっと一旦引こう。でまあ普通に回復をする。自分自分自分いただきます。でダブルアクションか。投げられるこれ火の魔法。あー全然あれだな。物理防御強化のスパイスかけておくか。フレデリカ様にお渡しします。嬉しいです。いやこっちからね。あー死んだ。これは死んだぞ。甘いな。生きてる。情けは禁物。奇跡だ。マジで奇跡だ。ベネディクト、まあ、ちょっとでもアブローラ、もうアブローラ普通に殺すしかないわこれ。回復しながら右が片付いたらちょっと行くか。甘い甘い付き合い甘い甘いだし。ウォルホート家の未来のために冷静に行きましょう。で、まあ、回復魔法で十分だよな。これで傷を。助かった。で動かず、ま、なんとか。ユリオどうする。後ろ取っておく。ちょっともう死を覚悟で。こいつでも挟んで倒せないかな。中二。これは6。じゃあちょっと台で回復しとくか。台で回復しよう。悩みに悩んだけど。行きます。オッケー。で、そうこうなった時魔法が使えないんだよね。あ、回復しとけばよかった。あ、これ押し出せる。体当たりで。押せ押せ押せ。邪魔だ。押した。で、俺もここに行く。左に来い。左に来ないか。シールドスラップ。痛い。どこへ飛び出す。やる。やるしかない。アブローラ。終わりだ。燃えよ。ユリオ。そして盾も別にやる必要なかったな。順番をもうちょっと確認しとくべきだった。しょうがない。すまん。引くもやむなし。やりました。師匠満足かロラン。それでアブローラさえ倒せればもうちょっときついけど、きついけど別にこれ死んでもまあいいっちゃいいからね。言い方悪いけど、まずこいつはそのままランスでついて、ここだ。でこのままこう、さあ行こう。あとあいつも倒すだけだ。
こいつも本当厄介だったな。セイ、セレノアなら押し切れんだろ。死んだ。胸。でも結構なんだかんだでさ、犠牲出てんね。今思ったら。ご命令。ここでアンナちゃんがどれほどまでいけるか。はい。硬い。やはり硬いが。戦いは数だよ、兄貴。うん、大丈夫大丈夫。情けは禁物です。よし、もう攻撃あるのみだな。冷静に行きましょう。トレン、あれが一応もう念のための念のためで回復の範囲かけて支えなければ。これでバッチリでしょ。争いを収めるために。でこっちは燃やす。マジでよし、倒せる。私の魔法で。オッケー、強い。でフレデリカ様ちょっと回収するか、アイテム行きます。でヒューエットちょっと上に来て、で狙いの仕事の時間です。さあ裏を取る。効果的ですね。ダブルアクション。はっ、効果的ですね。負けられない。入らん。これちょっと挟もの。くれ。はい。良き采配です。いいね。これはもう決まったわ、勝ちが。フレデリカ様を狙っていくか。弱い、やっぱりこの防御力が弱いよな、フレデリカ様。まったく。ちょっとアイテムだけ回収しよう。行きますか。で回収しよう。負けられない。で12だから殴っても倒せねえかい。じゃあよ、ここでこれの出番よ。ボン、一応晴天。あ、レベルアップした。やった。叶えてこそです。いやきつかったわ。アブローラやっぱ燃やさないと無理だね。もっとレベル上げて一気にやるっていう。あ、二等勲章手に入れた。やったぜ。アブローラの戦利品かな。燃やしただけだけど。いやー燃えてるわ。おのれ、町に火を放つとは。やつらもはや正気の沙汰ではない。どれだ。これ早送りになった。これはあれだから。撤退だ。全軍撤退。燃えてるやつだ。エラドールとか燃えたはずなのに。我々の勝利です。生き延びること、それが今の最善だ。ウォルフォート城下での戦闘は双方の軍に多くの被害を出した末、エスフロストの敗北によって幕を閉じた。敗戦の将アブローラはホワイトホルム城への撤退を余儀なくされた。閣下、ご期待に添えず申し訳ございません。ウォルフォート軍の力を甘く見ていました。指揮官である私の落ち度です。ならば次は勝ってみせろ。お前の過ちを注ぐ術は他にない。敗れはしたがウォルフォートの力は削いだ。この機を逃さずさらなる手を打つ。今のうちに体を休めておけ、アブローラ。またすぐにお前の力が必要になる。はっ、その時は必ずお役に立ってみせます。
まあ燃えたのにあんだけ元気だからね。障害は全て排除する。何人にも私の邪魔はさせんぞ。で、エスフロスト軍を撃退したセレノは生き残る術を模索する前にテリオル。そうだよ、俺たち勝ったんだよ。背後ついてくれればな。まあ こいつらは期待できないけど、テリオルは。なんとウォルフォートが勝ったか。はい、エスフロスト軍はすでに王都へ撤退したとのこと。また勝利したウォルフォート軍もかなりの戦力を消耗したようです。そうか、エスフロストが負けることを全く考えなかったわけではないか。いざとなるとなかなか厄介な状況だ。この先我らはどうすればいい。ウォルフォートはこのままエスフロストに抗い続けることができるのか。シルビオ様、書簡を送る。使い取りを用意してくれ。はっ。無能な上司だと大変だよな。で、こっち、ファルクス。まあでもそうするとファルクス軍はまだ残ってるってことだもんね。報告します。ロラン王子捕縛に向かったエスフロスト軍ですが、ウォルフォート軍に敗れ王都へ撤退したとのこと。そうか、ウォルフォートがやってくれたか。ロラン王子もご無事です。ウォルフォートはいよいよ跡取りを持ったな。とはいえウォルフォート軍の被害も大きいでしょう。何よりエスフロストがこのまま引き下がるとも思いません。うん、兵は温存しつつウォルフォートへの支援を検討しよう。かしこまりました。ここが踏ん張りどころだ。御三家が一丸となれば必ず勝機はある。これでもだいぶ士気は高まるよね、アブローラ退けたっていうのは。さて、そしてハイサンド大峡谷、ソルスレイか。ここが最前線なのかな、この砦が。正直ウォルフォート軍の力を侮っておりました。まさかエスフロスト軍を退けるとは。エスフロストもお前と同じように思っているだろうな。ウォルフォートが武功で成り上がったのは伊達ではないということよ。肝に銘じておきます。だがこちらにとっては好都合、計画が進めやすくなったではないか。おっしゃる通りです。全てはソルスレイ様の思惑通り。我らは我らのやり方をすればよいのだ。さて、ズームアウトか、これか。もうないよね。ではウォルフォート、私は負傷した人の治療に当たります。私も町の復興を手伝わせてください。瓦礫の運搬なら鷹も使います。二人ともありがとう。ぜひ頼む。ベネディクト様、出立の準備ができました。
そうか。先方によろしく伝えてくれ。かの大国に頼るのも危うい道ではあるが、交渉の余地があるかどうか探りを入れてほしい。はい、行ってまいります。え、行ってまいりますって、アンナちゃん離脱するとかないよね。アンナは聖ハイサンド大峡谷に行かせました。大戦の頃の古いつてですが、頼れるものは頼るほかありません。グリンブルク配下の他の家と協力できればそれに越したことはないのだが。ええ、優先すべきは王国内の連帯です。幸いにもロラン王子はお守りできたのですから。ですがテリオール家もファルクス家もこの先どう出てくるかはまだ分かりません。打てる手は打ち、あらゆる状況に対応できるよう道を探っておきませんと。ああ、そうだな。ここからが我らの道の第一歩だ。ロラン王子、少しよろしいですか？お前たちか。俺は王族とはいかなるものか全く分かっていなかった。王家の地とはそこまでして守る価値があるものなのか。それを言ってはなりません、ロラン王子。信念の天秤による氷結は私たちの決意。王子の苦悩は私たちにも責任があります。所詮俺は第二王子だ。誰も期待などしていない。それをたまたま生き残ったからとあんな犠牲まで出して。たまたまなどではありません。私たちが守ったのです。何も辛いんだ。俺のために、俺なんかのために。強くなりたい。語るな我が友よ。終わり。いや辛かった。